はい、えー、それでは始めます。皆さんこんにちは。えー、それではですね、2017年度タケン試験合格基準点予想会ですね。早速始めたいと思います、えー。担当レック専任講師林でございます。どうぞよろしくお願いします。えー、お足元の非常に悪いところ、本日はご参加ありがとうございます。 えー、まあ全国中継でね、あのー、同時中継でご覧いただいている全国の会場の皆さんも、あの大変あのー、全国的に天気悪いと思うんですけども、お足元悪いところ、えー、お集まりいただきましてありがとうございます、えー。誰も来ないと思ったんですよ。普通来ないですよね。あのー、どうしようかと思ったんです誰も来なかったら行ってもしょうがないなと思ったんだけど、誰が来たらまずいからやっぱ行かなきゃまずいわと思って。 で全国で流れてますねあね、中継、何十あのななあの結構ね、札幌とか福岡とか並んで流れていますんで、どこか中継に誰か来たらやっぱりい,い,いないわけにいかないので、で去年、初めてやったんですけどねあの、結構こんなことで集まるんだなと思うぐらい集まっていただいて、これ、来年もやろうじゃんとか言われて、でまた今年やってみて、ですねさすがに今日は来ないだろうと思ったんですけど、ずいぶんとお越しいただきまして、ありがとうございます、本当に。あの どうなんですかねあの合格推定点が、まあ、気になる方があの多いのかなと思うんですけども去年のケースでいきますともう十分受かってる人があの「おかげさまで受かりました」って言って会いに来てくれたりとかねあるいは全然ダメだった人が「来年どうすればいいか」っていう相談に来たりとかあのまあいろんな方がいらっしゃいました。で今日もですねあの1時間で一応その、えー、と全国中継とか YouTube にアップする動画とかは1時間で切りますんで,で1時間経った後で30分ぐらいちょっとお時間いただきましてでまあ登録実務講習のお話ですとかあるいはえとこれからあのもしえと合格点足りなかった人がどんな形で勉強したらいいんだとかそのような話をする時間をちょっと個別に取りますんであの最後までお付き合いいただければと思います。全国会のの方もですね1時間で動画のこの 中継終わるんですけどもそこから先あのレックのスタッフさんがあのついていろんな相談乗ってくれると思いますんでで、まあ、完璧に受かっていることが間違いない方は登録実務講習をレックで是非受けてくださいねあの僕もやってますんで是非お願いします。はい、でえー、とまああの肝心要の、うん、合格推定点の話なんですけどねあんまり期待しないでほしいんですよ <laughs> あのあの、ね。毎年当たってんですよね 去年年もも中一昨も中してるんです、ね、だから、えーと、なんかレックの合格推定点が当たるんじゃないかっていうふうに勝手にハードルを上げられると僕らはもうすごくプレッシャー大きいんですよ。あのね、たまたま当たっただけです。去年とかおととはね、その前外れてんだから。で、ひどい時はね、2点外れたことがあるんですよ、過去に。そんなことがありますんで、あ,のあんまり信用しないでください。ね、あのハードルを上げられると困りますんで。でねえー、とちょっとお手元に あのまあ、こういった、ねえー、と冊子がまあ配られていると思うんですけれども、ちょっとこの冊子、ご覧いただきまして、まあ、パラパラめくっていただきますとね、えー、と29ページ、ちょっとご覧いただけますでしょうか、<laughs> 29ページのところのに、まあ、回答一覧というのがありまして、でその下のところにですね、あのまあ、こういう数字が載っていますよね、34点、プラマ1点ですね。 だからまあ30あのまあ34を前後にして、まあ、33 35と33ですね、まあ、プラマイ1点ずつの可能性はあるんだけども、まあ、34点ぐらいじゃないかというのがレックの公式なえと合格推定点でありますでこれはえと本試験当日に集計した結果をもとに出している数字なんだけども、えー、と今の時点でじゃあこれ変わっているかというと変わってないんですよ。 あの全く同じなんですね。だからこんなあの天気が悪いときにわざわざお越しいただいたのに何にもお話しすることないんですよ。<laughs> 本当に申し訳なくてしょうがないんだけども、まあ、しょうがないんですよね。あのそんなもんなんですよ。で去年もそうです。あの初めに出した数字とこの合格基準点予想会で来てくれた数字と全然変わらなくてでそのままたまたま当たりました。で良かったねっていうレベルの話なんですね。まこ、あ、んあの今年の問題に関しましては。 えどうですかねあの率直な感じとしてちょっと難しいっていうか点取りにくい感じはしますよねどうですあの、えー、と去年受けたことがなければ分かんないと思うんだけどあ去年も実は受けたんだってでと、ね、年とく比べてみてどうですかねちょっと点取りにくい感じが僕はするんですよ。なので35点という合格推定点を出している予備校が、まあ、結構大手の予備校でありますけどもどうしてなんだろう で、ちょっと僕は不思議な感じがしますね。あの予備校っていうのは基本的にデータを持ってますから、自分の持っているデータを元に分析してるわけよね。で、データを持っていない。あのなんか人たちがあれ、これ言うのは無視した方がいいです。データをデータがないくせにね。いや今年は難しいから33点とかね。言ってんのがいますけども、そういうのを無視していただいて、あのきちっとデータを持っている。あの大手の予備校だったら、だいたい同じようなデータを持ってるはずなんですよね。 でそういう予備校が出してる数字で35点という数字がありますんでなんでだろうと思うんですねあの去年よりも点数取りにくいはずですからそれはないんじゃないかなって気は僕は個人的にするんだけどどうなんですかねちょっとその辺あのそんなところを含めましてこのレックで出してる合格推定点がどういう出し方をしているかってことは後でちょっとコメントしますんでただまあそれも取ってつけたような理屈をあ後からつけているだけで後校釣なんですよねだからまあ。<laughs> 合格推定点に関しましては、えっと、当初の発表通りあまり関係がなあまりその変わりがないというふうに思ってください。それでちょっとあの全体的な総括といいますかあの今回の本試験ですごく印象に残っている問題とかあとはこういう問題を取ってほしいんだとかいうその主にピックアップしたい問題が何問かあるんですよ。 で、その問題を少し、皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですけどね。えっと、まず、問いの二十番をちょっと見てみてください。えっと、皆さん、まだね、あの、記憶に残っていると思うんですよね。まだ一週間なので。問いの二十番をちょっと見ていただいて、僕はこの問題、すごく印象に残ってるんですけども。あの、どうして、こういう問題が印象に残っているかというと。なんで、こんな問題出すの、出すんだっていう感じですね。 分かんないですこれ僕はこれ分かんないなわかんないのにですねちょっとこの合格この正解率見てくれます正解率が一番最後のページあります一番最後のページですね問いの20番の正解率見てくれます問いの20番が「宅地造成等規制法」で正解率がですね57.6%なんですよこんなわけ分かんない問題で僕分かんないですこの問題 なのにそそこそこ点言葉は悪いけど当たってまああの僕らが分かんない問題が皆さんがそんな完璧に分かるわけないじゃないですかだからまああの言葉は悪いけどもまぐれあたりなんだけどもまぐれあ当たりだけ実力ですよね。なので合格この点が取れた人がどういうことを考えてあの取れたのかなってはちょっと興味があるんですね。僕はあのこの問いのいあの足の一番とか 足の3番はどうでもいいんですよねあの足の2番なんですけどちょっと見てください足の2番で問いの20番ですよ都道府県知事は宅地造成工事規制区域内まず区域内であることを確認する必要がありますね宅地造成工事規制区域内の宅地において行われている工事の状況についてその工事が宅地造成工事に,か宅地造成に関する工事であるかある工事であるか否かにかかわらずこれが非常に 非常にクセ物ですよねかかわらず当該宅地の所有者管理者または専有者に対して報告を求めることができるっていう感じですよね。であのよく僕の講義を聞いてくださった方はあのまたその話かって思うかもわかんないんですけどもあの宅地造成工事規制法っていうのは、えー、災害予防が趣旨なんだから人命がかかってんだと。ね 人の命がかかってるだからなるべく行政側に強い裁量権があった方が、ね、命がかかってるんだからだから強い干渉を求めることができるんだよってそういう方向で考えてくれって話は、まあ、よくするんだけどもそれそういうふうに考えたとしてもですよそういうふうに考えたとしてもね宅地造成に関しない工事で,であってもね都道府県知事は占有者とかに対して報告を求めることができる。ちょっと とどうなんだろうそこまで行き過ぎなんじゃないかしらっていう気は僕はこの条文知らなかったからですね。僕ら条文全部覚えていませんから。でこれ丸なんだよね。だから宅地造成に関しない工事であっても宅地内で工事があったらそれに関しては都道府県知事っていうのは所有者とか占有者に対してねま報告を求めるま強い権利があるんだと,いうことでこれを知ってる人はいないはずなので。 そうすると,、えー、と4番と迷うはずなんですよねでこれ4番があの間違い番番ががででこれ答えですね4番がどうして×っていうのが分かるのかってことなんですけども宅地造成工事規制区域内やっぱりこの区域内ですね区域内において政令で定める技術的基準を満たす地表水等を排除するための排水施設の除却工事を行おうとする場合は。 一定の場合を除き都道府県知事への届出が必要となるですねが当該技術的基準を満たす必要のない地用水等を排除するための排水質を乗客する工場とする場合は届出る必要はないだから届出をする必要があるんだけれども例外があるよと言って、ね、それは技術的基準を満たすかどうかで届出義務があるかどうかのまあ判断基準になるよって言ってるわけですねでそんなことはない な答えですね。つまりそんなあの区別はないってな答えですね。なので、まあこんな話なかったんじゃないっていうのが分かったんですかね。これをこの点取れてる人はね、そんなそんなのなかっただろうっていう形で取れたんですかね。まあちょっともう少し僕はこれこの問題検討したいですね。あのこれだけ点があの取れてるということは何か感覚的なもので。 え、ね、点取れていんだと思うんですね。すごく僕はこれあの印象に残りましたえ。それから問いの23番を見てください。え、所得税。ですね。所得税ね。あのまあ、今年は印紙税よりは所得税だろう。って話はちょこちょこしてきましたんで、まあ、とりあえず当たってよかったなと思うんだけども、当たったってことはできるわけないですよね。わ,わけわかんないですよね。これもね。 でこれ正解率見ますとんと10.9かな10.9%なのであのほとんどの人が間違ってるという問題なのでこういう問題はやっぱり捨てモンで取れる必要がなかったってことですよねそうするとまあ僕らの感覚から言うとこの地方税は取りに行くけれども所得税あの国税の方はもう半ば 半分捨てちゃっていいんじゃないかって話をしてきましたけども、まあ、その傾向はやっぱり今後も続くんじゃないかなという気がしますね。来年あたりは印紙税ですかね。ちょっとわかんないんだけども、えっと、登録免許税の可能性もゼロじゃないですしね。えー、ちょっとその辺わかりませんけども、まあ、いずれにしましても、あの国税に関しましては。非常にたちの悪いっていうか、あの難しい問題出ますんで、まあ、取りにくいという感じが、えっと、すごくしましたですね。これ、本当によくわかんないですね、これね。 あのまあ、知ってる人は知ってるかもしれませんけどねこれねこれはあれでしょう、えー、と1番が正しいんですよねであと、まあ、234× ですよねなんか3番とかでちょっと正しそうな感じが一瞬してしまうんだけども譲渡、ね、所得とは資産の譲渡による所得が多いので、まあ、その通りだよね。 で不動産業者である個人が営利を目的として継続的に行っている土地の譲渡による所得はまあ個人だから、あのー、そうなのかなとか思ってしまっても全然おかしくないと思うんですよね。確かに事業所得あの不動産屋なんだからね不動産屋が個人で不動産屋を営んでてで自分で売買するわけだから、まあ、あの譲渡所得というよりは事業所得に該当するんだろうけども。 まあそんなことまでどうでしょうあのしっかりと判断できる人がそんなに多くない感じがしますね。というところがありましたので、まあ、今後の,あの、まあ、十分受かってる人は気にする必要ないんだけども、まあ、来年もはっきり言って受けますんでという人はあの一応この問題を見る限りでは方向的には今年と同じような方向でやればいいんじゃないですかね。と思います。次のの問いい番ももちょっとちらっとだけけ見てほしいんですけども 問いの24番、固定資産税に関する問題ですね。で、えっと、これに関しましては、正答率高いんですよね。えっとな、いくつでしたっけ。えっと、24番、これだ、ね。24番の正解率見ますと、7割なんですよね。70ーいってます。なので、まあ、かなりの人が取れてるわけですね。で、問いの24番、ちょっと見てみますと。 あの実はこの問題難しいですよあの。かなり難しい問題だと思います。ってところもちょっと僕はあのよくわからないところなんだけどもまず足の一番はね固定資産が沈着されている場合に所有者ではなく沈着人に税金かけるわけないわけですから、ね、あの七賢者とかね。 あの地上権者とかそういったそのもう実質的に土地を完全に使っているような人は話別かもしれませんけれどもあの一般的な賃借人に対して課税するとはまずないわけですからこれは絶対罰でいいんだよね。でも2番難しいいでですすよねねこれも知らななかかったんじゃないですかねえと僕らはこの,あの固定産税課税台帳っていうのはねあのまあ閲覧することができますしこれいつでもできますあの利害関係があればね。僕僕らは僕らははいうかまあ不動産屋は あのこの固定産の課税台帳というのは割と閲覧するることがあるんですよでもその話じゃないんですよねそうじゃなくてこの従乱帳簿なんですねだから一定期間定めてその縦乱期間というのがあってその縦乱期間に、えー、とその期間,を期間を絞って縦乱させる帳簿があるんですね。でそれとこの課税台帳は話が別なので非常に難しいです。ね この縦覧帳簿に関しましてはこれいつでもも閲覧ででできまままません期間間決っっててすすのいつでもが間違ってますねでそういうところが分かる人が果たしてどのぐらいいたんだろうっていうところはあるんだけどもただまあ考え方によっては3番がなんかねあの割とこういう話は出てきますね過去問でもこういったタイプの問題出てきますんでまあ,あの不服があった場合には固定んの評価審査委員会に対して 審査の申し出をすることができる、まあ、こういうのが割とあの変なこと言ってないから、まあ、これが正しいんじゃないかなっていう感じで、まあ、予想が当たったんでしょうかね。それから4番の足もよくわかんないですねこれねあのまあこういうことはないだろうっていう気はするんですけどね。1月一日現在にさらちなわけですからね。1月一日現在に で住宅の建設がまあ予定されてるかもわかんないけどもでも1月1日現在の固定資産に課税するのが固定資産税なんだからこんなことはないんじゃないかなっていうところで何て言うかなその、えー、まあ言葉は悪いけど山間がうまく当たったというところなのかもしれないですね。なので、まあ、この問いの24番みたいな問題を、えー、と落とした人はこれやむを得ないと思うんだけど。 あのどうして自分はこのみんなができた,、ね、みんなができた3番の足を「丸というふうに判断できなかったんだろうかというところもあのぜひちょっとね今の段階だったらまだあの鮮明に先週の試験の状態を覚えてると思いますんであのでもし、ね、この問題を落とした人がいらっしゃったらあそっか自分はあの当日ちょっと勘が鈍ったのかなとかねそんなところがあるかもしれませんので、まあ、少し気にしてみてもいいかもしれません。はい えーとそれからですね、ほ、ま、か、あ、あにもちょっといろいろと気になった問題はあるんですけど例えば、えー、と問いの1番を見てみてください。問いの1番もあ,のあれですよね、ちょっとびっくりしたところありませんか、あの条文問題がなかったので。 やめたのかと思ったんですね僕も。でこれ代理の問題ですよね。あ条文の問題やめたんだとだからまあ民法改正が某本決まりになったからやめたのかなとはちょっと一瞬思ったんですね。だけどまあ後から出てきましたけどね。で代理に関しましてはえっと2年連続出てなかったんですね。去年も一昨年も代理が出てなかった。だかららいいくらなんても今年はは代理出るよとうことは えと多分講師は言ってると思うんだけどもまあおかげさまで出たから当たったのはいいんだけどまた難しいですよねこれねそんな点取りやすくないですねこれねでこの正解率が、えっと、50%ぐらいでしたっけそうねこれ52.8%ですねこの代理の問題がねそんなに楽な問題じゃないですね52%ですからねとこれが、えっと、52.8%の問題で えとまあまあ、あのー、難しいいいんじゃないかと思いますね,でね、えーまあ、3番の足とか1番の足とかね割とその本試験には出たことがないようなこういう1とか3とか、まあ、こういう問題ねこういう問題はどこまで復習したらいいのかっていう問題も、ね、含んでると思うんですけども、まあ、過去問で出された問題は基本的には一応頭に入れといた方がいいので。 あの来年ももし受けることが決まってる人はやっぱり一応復習をしておいた方がいいですね。で僕がこの問題でちょっと印象に残ったのがあの4番なんですよ。この4番ですねあの大した問題じゃないんだけども4番って、えっと、夫婦の一方は個別に代理権の授受がなくとも日曜家事に関する事項について他の一方を代理して法律行為をすることができるというまああの 夫婦の日常家事債務の代理権の話で、まあ、あのこれ条文が、条文にありますんで、まあ、これ、正しいんだけど、ちょっとね、えーとまあ、大した話じゃないんですけども、例えば、ご主人が、えっと、夫婦なので、まあ、ご主人がいますよね、ご主人さんと、それから、まあ、奥さんがいますよね、奥さんとね。 ご主人と奥さんが、まあ、あの、こんなの、あの、画面で、ただ、そんなもんかなと思って、見てくれればいいんですよ。ご主人と奥さんが、まあ、いまして、例えば、第三者がいますね。第三者がいまして。この第三者さんが、えっ、ー、と、まあ、新聞屋さんだとしますね。で、新聞屋さんが、奥さんに対してですね、奥さん、あの、新聞取ってくださいよ、というふうに、あの、訪問、訪問してきました。 その時ね「オタク何新聞さん?」とか言って「あ読売さん?」とかねあの「朝日新聞さん」とか言ってねでその話しますね。で奥さんはあの「じゃあ分かりましたじゃあ6ヶ月間だけ新聞取ります」という話をしてその新聞屋さんと、えっと、公読のの契約を結ぶわけだねその名義はおそらくご主人だと思うんですよ。ご主人の名前で奥さんはその新聞屋さんと購読の契約を結ぶと思うんですね。その時に ちょっと待ってくれと代理権があるのかとねご主人から奥さんに対してちゃんと代理権与えられてるのか新聞購読の契約,に契約を結ぶ締結のね代理権があるのかって話になったらそれこそ七面倒くさいからこういった日常生活に関してはもうねお互いにご主人は奥さん奥さんはご主人の代理人として日常家事に関することに関しましてはね個別の代理権がなくてもう包括的な代理権があるんだ。 という条文ががあってでそれが今回のこの話なんですねところがじゃあねこの第三者さんが新聞屋さんならいいんだけどこれが不動産屋だったらどうですかねこれが不動産屋だったらね奥さんあの投資向きのワンルームマンションですっごいいいのがあるんです利回り20%回るんですよ。 あのぜひ買ってくださいと言って奥さんが「あら今時そんな利回り物件あるの,あのじゃあ1個いただくわ」とか言ってです、ね、奥さんが買ってしまってで奥さんあの専業主婦なので住宅ローン組めないのでご主人の名前で住宅ローンを組むわけねその時にご主人からすると「おいおい待ってくれと」と、ね、勝手に勝手に契約すんなよっていう話に、まあ、普通はなりませんがね,ね。だから ちゃんとご主人から奥さんに対して不動産を買うという代理権を与えていなければ今度はこれは無権代理行為になるわけでだからご主人はちょっと待ってくれるとそれは無権代理だから私は追認しないからだから無効だよというふうに無効の主張ができますどう思います、まあ、できると思うんだよね無権代理だからねだけどもだけけどどももれね。 あのいろいろと苦労で申し訳ないんだけども、だけどもそれって本当にそれでいいのかっていうのが議論があるんですよ。なぜかというと、それってね日常家事として不動産の売買を日常家事として行っているようなセレブのあのご夫婦だっているじゃないかっていう問題があるんですよね。あのいやあの嫁さんにねあの君が気に入ったあのなんか投資向きのマンションがあったらまあご六号買っときなさいよとお任せするからってな感じで超お金持ちでね。 ですごくお金持ちだからだからその,そのことを不動産屋さん知ってるわけねで知ってて「あこのご夫婦すげえ金持ちだと」と奥さんが結構任されてるてれてねで不動産屋さんが「だから奥さんに話しすればいいんだ」と思って「奥さんマンション買ってくださいよ」って言ってあ「奥さんがいいわよ」って言って契約したわけですねなのにご主人が後から「ちょっと待ってくれ」と「代理権やってないよそんな物件買うなんて言ってないよ」って言って、えっと、ご主人が「追認をしなくて拒絶したら」 それって、この不動産屋さんはどうなっちゃうんだという議論があって、これがすごく有名な判例なんですよ。で、かあの家族によって、夫婦によって、日常家事の範囲は違うでしょっていうのが、で、そういうあの考え方があって、すごく有名な判例なのねということは、僕らこういう問題を見ると、あ、あの判例出してくるなっていう気がするんですね。だから、僕らは今度、これに関する日常家事債務に関する判例を。 模擬試験でで出すすわけですよ僕らはねそうやってあの問題を見ながら、えっと、なんでこの,この条文出せんだなんでこの判例出してるんだっていうの僕らは毎年毎年キャッチしてでこれ出すんだったらこっち出すんじゃないかって形で,で一生懸命そのあの模擬試験の問題を作ったりとか、まあ、講義で話したりするわけですね。なので、えーとまあ、そんなふうに僕らは一生懸命頑張ってるんだよってことをアピールするわけじゃなくてねあの そういうい面では予備校で勉強してる人は多少は有利な点があるかもわからないという気がするんですね。でちょっと話があのまたそれてしまって申し訳ないんだけども実はね、えっと、こういう話もあります。えー、例えば、うん、とお世主さんがいまして、ね、建物を建てたい人お世,主お世主さんねお世主さんとあと工務店がいます。公務店がいます で、お施主さんと公務店との間でま請、あ、負い契約を締結するって話はよく,よくあるじゃないですかね。で、建物を建てたいお施主さんが建物を作ってほしいから、公務店さんに受請負い契約を締結してで家を作ってもらったとまあ、考えてみてください。その時にこの建物にね。あの大きな欠陥がありました。ですね。まあ、これ歌詞ですね。これ歌詞です、えー、大きな欠陥がありました。ですね。 えところが建物完成しちゃってますんでこのお施主さんはこんな建物じゃ住めたもんじゃないよだからこの受け負い契約は解除するよっていうことが言えましたでしょうかこの契約は解除はできますかえ土地の工作物で完成した以上はこの受け負い契約は解除ができないというのはうんと基本的な話なのでおそらく知ってる人多いと思うんですよねそうするとじゃあ この貸し物件を、えー、あのとても住めたもんじゃないようなひどい建物を受け、えー、負い契約で作られてしまったお施主さんはどうすればいいんですかね結局損害賠償請求するしかないんだよねそうするとお施主さんは公務店さんに対して損害賠償だと言ってまあ損害賠償請求をするまあちょっと省略して損売とか書きますけどねね そういう話になりますよねえところがえっとまだお施主さんはお金を全部払ってなかったらどうですかね公務店さんに公務店さんはまだあの残りの残りの受け負い代金払ってくれという請求はできますよねそうするとこの損害賠償請求権とこの受け負い代金の残りの金額はこれは同時履行の関係にあるんだという判例があるんですよつまりね あのお世主さんがね工務店さんから「いやあのお世主さんお金まだ払ってもらってませんよ」と言って「残金払ってくれ」って請求してきたら「ちょっと待て」と言って「あんたねこんなもん作っといてとんでもない」と損害賠償払いとね損害賠償をちゃんと払うんだったら残りの代金も払うよというふうにこの2つは同時履行の関係にあるよっていうまあ判例はあるわけね,ね。 また話が長くて申し訳ないんだけどだけどでも物事には限度があるじゃないかってわけですよ。損害賠償請求権が100万円でね百万円でそれでこの残りの残代金が2000万円だったらそれでも同時履行でいいんですかっていうのがこの判例の趣旨なんですよね。判例の話なんですよ。ね100万円払わなかったら2000万円は払わないぞ。 と言ってそれで「フェアですか?」って話になってくると「それはちょっと行き過ぎじゃないですかね」ってのが判例なんで,でこれをねあの、えー、とレックでは「宅建」の公開模試の第3回目に出したんですねあの判決文問題で。で、えー、とそれと全く同じ問題がやっぱ今年出てまして、えー、とそれがですね、うん、と問いの7番ですね。 問いの七番にまあ受け追い契約の問題が出てますよね。問いの七番のえっ、ー、と足の三番なんですけども、まあこれですねこれがまあ誤りの足なんですけども、ね、問いの七番の足の三番を見ますと受け追い契約の目的物に瑕疵、まあ、がある場合、注文者は受け追い人から瑕疵、えー、の修復に代わる損害賠償を受けていなくても 特段の事情がない限り、報酬全額を支払わなければならないまあ、そんなことはないんですね。あの同時履行でいいんだっていう判例があるわけだから、まあ、それが違うんだよ。っていうことをちょっとでも思い出していただきます。と、えっとこれが答えなんですよね。誤っているものはどれか？っていうものなので、まあ、これ確かなんかあのレックの公開模試で。 なんか同時立候とかいう話があったよなとかちょっと思い出してくれるとこの問題が一点取れたという気がします、まあ、なかなか難しいかも分かんないですけどねあのそんなこと言ったって後,後講釈であのその場でこそのレックの公開模試の出た判例を思い出すことができるかって言ったらそれは難しいかも分かんないんだけども、まあ、それでもあのちょっとこの話をしたのは何人かの方がえそういうメールをくださったからなんですよ。 あのたまたままぐれあたりで当たった問題があってで、まあ、それであのかろうじてなんとか、ね、点数取れ,て取れてよかったんだけどもあの自信持って答えられた問題が少なかったって何、ね、か聞いたことがある判例だなと思って丸をあのそれを選択して、まあ、たまたま当たったという、ね、そういった感じの,あのこの問いの7番に関しまして。 あのメールをいただいたことがありますので、まあ、全く、まあ、少しは僕らも皆さんの役に立ったんじゃないかという気が、まあ、少ししまして、ねまあ、そんなことで話をしましまた、えー、あとですねあの、まあ、ついでにちょっと今問いの7番見てますんで、えー、ついでに見てほしいんだけども足の4番とかってこれ宅研は卓研試験大好きですこの,こ,のこの知識ね。 請、えー、負い人が貸し担保責任を負わない旨の特約これ有効ですよねを特約をした時であっても知りながら告げなかった事実については責任を免れないというこの知識は宅建試験大好きですよあのそんなこと言われても分かんないかも分かんないけど、えっと、去年はこれをね、えっと、贈与契約で聞いてきてるんですよ。 あの、本当は売買で勉強するとこだよね。売買ででその瑕疵担保責任を負わないっていう特約有効ですよね。だけども、知ってて告げなかったら、それはちょっと人として。あの、どうなのっていうろがありますんで。あの、その場合には瑕疵担保責任を負わされてしまうという、まあ、知識がベースにあります。それを去年は贈与で聞いてきました。ただで物をあげたわけね。ただで物をあげたのに。 あのなんだお前からもらったなんかパソコン壊れてんじゃないかとかって文句言う人はちょっといないと思いますんでだったらもらうなよって感じですねだけども知ってて相手に言わなかったらそれはちょっとさすがにおかしくないですかねいやこのこのパソコンねちょっとメモリー壊れてるんだとねだからあのなんか保存がうまくいかないよとかねいうことが分かってなったら言ってくれよっていう感じにしますよね。それを言わないで 言った場合には、やっぱ瑕疵担保責任を負わないっていう特約を結んでもね、それはちょっと行き過ぎなんじゃないのっていう感じもしますし。それを今回は受請負いで聞いてんだよね。受請負い契約だって、あの、まあ、民法の強行規定というものじゃないから、瑕疵担保責任を負わないっていう特約は構わないわけですよ。だけども、知ってて言わなかったのは、それはちょっとでおかしいんじゃないのっていう感じで、しょっちゅうこれ聞いていきます。ね、なので。 卓球試験にはこういう癖がありますので、まあ、過去問の検討結構大事だと思ってくださいね、まあ、もっとあの気になる問題いっぱいあるんだけど、まあ、そんな話ばっかりしてるときりがないので、まあ,あの後で少しねあの少し補足したい問題があるんだけどちょっと一旦これでその話は終わりにしましてでねえー、っとですねあのちょっとえー、その本試験の えと推定点の話を少しだけまあしたいんですけど、まあ今年はですね、まあ、これねあの試験の実施団体が出してきたあの公開している情報なんですけども、まあ今年に関しましては、えー、と全国の受験者が、まあ、久しぶりに20万人を超えたんですよね。 あの、前はね、20万人ずっと超えたんですよ。それがね、まあ、一旦落ち込みまして、また上がってきたんですね。ちょっとこれ、これもね、あの、試験の実施団体が公表しているデータなので、別に大したもんじゃないんだけど、まあ、平成19年とかですね、えっと、受験者は20万人超えたんですね。20年も超えてました。で、こから下がり続けるんですね。21年から下がって、下がって、下がって。で、また、あの、若干その不動産ブーム。で、受験者上がってきてですね。で、去年が <laughs>、 平成28年が19万8人で今年はもう20万人を超えました、えっといと受験者は相変わらず増加傾向にありますなのでまああの特別大きなアクシデントがあったというわけではないわけですね。それからこの20万人なんですけどこの、まあ、20万人の方が まあ試験を受けられて、でえっ、ー、と合格率を見ますと、まあずっとあんまり変わらないんですよね。これ試験の実施団体が出している合格率ですけども、まあ去年が十五点四パですねで。高い時で十七点五パ、だいたいこの範囲に収まってますね。あ十七点九があるかね。まあ十五から十七パぐらいで大雑把合格えっ、ー、と合格率がえっ、ー、とだいたいあの一律になってきてます。 なのでまあ大体20万人受けて,受けても15%ぐらいの人が合格してでまあ簡単に考えて3万人ですよね。3万人の人が毎年合格するんだっていう感じですよね。でこれもよく話するんですけどもこの3万人の内訳が僕よく1万人と2万人に分かれるよって話をするんですけども。 でこの1万人っていうのが不動産業界の人で2万人っていうのが不動産業界以外のまあ金融関係とか建設関係とかそった多種多,多職種の人ねあの他の業界の人の合格者なんですよ。でこのだから3万人合格者が出ても他県業界 1> は一万人しか資格者が供給されないという状態であります。えこれはずっとあの何年も何年も遡ってもずっとその状態が続いています。でねあの今年のいつだったかはっきり覚えてないんですけどもあのまあすごく印象を受けたことがありましてえっ、ー、と僕のまあお世話になっている不動産屋さんにね。 まあ、行ったわけですよあの用事があってねでたまたまその人事部の部長さんという人が出てきてくれて「お林さんお久しぶり」とか言って話をしてですね「でその最近あの景気いいじゃないですか不動産売れてますんであの業績いいんじゃないですか」とか言って話したら「おかげさまで増収増益あの今年もまあまあいい決算出してもらって、まあ、ありがたいです」なんていう話をしてましたで。その会社は上場企業じゃないんですよ あの、そんなにでかい会社じゃないです。まあ、中小企業ですかね。で、まあ割といい、あの、決算出せましたんで、まあよかったって話をしてですね。ただ、どこの会社も、あの、人材不足で、あの、人手が足りないんですね。なので、もう各社とも、その、採用に力を入れてまして、で、その景気がいいのはいいんだけども、どうですって話をしたんですよ。あの、採用できてますって話をしたんですね。そしたら。 まあ、あの採用厳しいことは間違い,間違いないんだけども、まあ、今年はおかげさまでね10人あの新卒取れましたと言ってまあ,あのほっとしてますっていうような感じだったんですね。でその10人の中で内定自体とかする人いるかもしれませんから、まあ、10人まる新卒の人を採用できないかもしれませんけどもまあそれでも結構ありがたいわけですねそれだけの人が新卒で採用できると。ね。いう話をしたんんだけどもその人事部長さんは え、林さんね、まあ、良かったんだけども、ここから大変なんだよ。って言うわけね。で、何、また、え、何ですか、あの、あ、そっか、あの、研修か。ね、新入社員の研修とかですよね、たら、まあ、それももちろんそうなんだけども。あの、宅建だよ。十、ね、人採用すると、二人。宅建証を採用しなきゃいけないんですよ。もうね、綱渡りなんですよ。あの大手はいいんですよ。でかい会社は、あのみんな宅建持ってるからね。 だけども僕はお付き合いしているようなま、従業員が100人とか200人とか。まあその程度の中堅どころの会社っていうのは綱渡りなんですよね。だから、あの宅建資格者が1人辞め,辞めてしまったらもう大騒ぎなんですよ。だから何としても少し余裕を持って採用したいって。いつも思ってるのに。結局、えー、綱渡りでで。もうあの？ 今度のあのマンションの現場に行かせる宅建築を一人置かなきゃいけないわけだけども一人を向こうに派遣しちゃったら本社の宅建が足りな,くな宅検足りなくなっちゃうからどうしようとかねそういうのが人人事のののたちの頭の痛いところなんですよそういうのが現実なんですねでこういういのはその一部上場企業とか大企業とか有料企業しかわからない人はその気持ちがわからないと思うんだけども僕は零細業者だったから痛いほどわかるんですね。そうしますと そうしますとこの1万人の合格者を減らされてしまったら業界は悲鳴が上がるんですよねとんでもない話であのもっと増やしてほしいわけですよ業界からするとねなのであの、まあ、不動産業界はやっぱりあの人材がとても大事なので、えっと、この人数は減らしてほしくないというのがもう、えっと、業界からの悲願だと思いますでこの人数は変わってないんだよね20万人で。今のところあの20万人強 でえっと、去年よりも少し増えましたそういう状態。ということは、えっと、こことここが変わんないんだったらこう変わるわけないよね。そうすると難易度は結局去年と今年も変わらないんじゃないのっていう感じがあの難易度っていうか試験の合格しやすさしにくさは、まあ、変わらないんじゃないですかねっていうところがまず大前提にあります,です、ねはい。それから、まあ、去年は、ね、ちょっとあの 企業秘密っぽいからあ,のあまり見せたくないとか言って見せなあのもったいぶったんだけども YouTube にアップされちゃってですね去年のやつをみんな公開されちゃったんですねだからまあしょうがないから今年も出しますけど、まあ、これが、ね、レックで持っているちょっとデータなんですけどね、まあ、ちょっと見ていただきまして、えーとまあ、合格率があってでこの 会の平均,平均値っていうのがありましてこれがねその試験当日の会場ですよね試験当日の会場にお越しいただいた方の、えー、と平均点なんですね。で試験があの試験本試験の当日に合格推定点を予備校は出さなきゃいけないので我々はねだからとにかくあの必死に集めるわけです。であの遠くの学校から 集めている暇ないんですもう時間が迫ってますんでそうすると、まあ、新宿とか渋谷とか池袋水道橋あの都心部で,で割と受講生さんがそのご、えー、と本試験の,その速応会に来やすいところで割とデータが集まりやすいところこれ必死に集めて大体ですね、えー、と時間がもう間に合わないので集まったやつから本部に送ってもらうんですね。 それが大体例年300ぐらいですデータ数が少ないんですよね300ぐらいですで次がこの途中集計データってなりますこの途中集計データってのが、えー、と主にウェブですレックであのウェブからですねあの自分のその合格あ自分がそのマークしたところをチェックしていってで それに本試験の自分の合格点というかねそれをレックからフィードバックをもらうために協力してくれるわけですね。このウェブの集計が大体5日間かかるんですよ本試験が終わってからそうすると月、火、水、木、金だから昨日のデータなんですね。昨日う出たデータがこれがですね2000から3000ぐらいです。 えっと、今年は2500600かながあの今年のデータですね。で最終集計データというのがありましてこの最終集計データというのはこれはがきなんですよね。これはがきであのレックであのどこの予備校でもあれでしょあの試験が終わるとなんか配布あ試験前にこ配るのがあるんじゃないですか。で配ったやつになんか折り込みのはがきがついててそれに。 チェック自分の答案の内容をチェックしてはがきで送るとあのレックから郵送で、えー、と結構詳しい本試験の解説の冊子がもらえるんですよ。でそれが集まっ,集まったのがあのこれでこれがね、えー、と30日後ぐらいですね試験が終わって30日後だから11月の中旬ぐらいかなそれがこのデータになります。これが、えー、と3,000から4,000ぐらいですね。 あのそんなに映していただくほど大した話じゃなくてあまりそれほどもう,もう一般公開しちゃったからねもうどうでもいいんだけども、まあ、そんな形になります。で、えー、とこのデータの見方なんですけどねまずあの会場に来た人の平均点っていうのが、まあ、どういう問題どういう点かといいますとあの箸にも棒にも引っかかりませんって人はまず来ないです。で もらっった大丈夫っていう人はそんなに来なないいと思いますなので、まあ、あの大丈夫かなっていう感じの人が心配だから当日来るんじゃないかと思うわけですね。でそれからその、えっと、レックで勉強してきたくださった方はレックに来てくれると思います。で えとまあ、レックにいつも通ってきてくれてますんであのいつも習ってる先生の話を聞きたいといって、まあ、新宿とか渋谷とかね、あのー、来てくれるわけですね。というと一般の人よりはレベルが高いんですはっきり言って。なのでそ,その場で来てくれている方の平均点が大体合格点ぐらいの感じではあります。かなり高いですで,それがですすそそそれれ、ね、れがががねねこの 海上受験の平均点の人がウェブになってくるとこれがちょっと上がるんですよね。ウェブの点がちょっと上がってくるちょっと見てくださいちょっと上がってますね。ちょっと上がってますよね。で1点1点以上上がることもあればあの0点これなんか0点9とかねあの1点未満のところもありますいずれにしてもちょっと上がります。これがね何で上がるかがよくわからないんだけども。 なんで上がるかよくわかんないんだけども。でもまあ考えられるのは考えられるのはね。あまりにもこの海上受験の母数が少なすぎてえっとブレるんだと思います。あの高さが300ですから、そんなもんじゃ母数として少ないですよね。なので、結局こっちの方があまり、まあ、信用ができないっていうかね。あのブレやすいのでえっと。むしろこっちは結構硬いですよね。あの3000近く集まるわけだから。 でちょっと上がって、この数字結構硬いと思います。それから葉書になるとこれがまだ下がるんですよ。で下がるんだけども、えっと大きく下がらないです。0.3点から0.6点ぐらいかな、ちょっと下がってくるんですよ。ね。でこれは何で下がるかっていうのはこれはよくわかります。なぜか、えすごくよくわかります。なぜかというと、えっと葉書を送ってくる人は来年受けたいからなんですよね。 来年受ける必要があるからしっかりと今年の分の解説冊子が欲しいんですねだから十分に受かっている人は今年の本試験の解説冊子いらないですだから十分受かっている人は送ってこないですなのでまああのはっきり言うと,、えっと来年も受けるよっていう人ですね今年ダメだった来年も頑張るよっていう人が申し込んでくることが多いですなので必ず下がるんですねこれよく分かります ななのでこの辺のででこ辺動きはずっと変わらないんですよ、ね、それを前提にちょっと考えてみていただきたいんだけどもそうしますと,ちょっと分かりやすくするためにですね、えーとまあ、今年のデータもちょっと入れておいたんだけどね、えー、と今年はこうなっています平成29年のデータは即報回の平均点が33.4になっています,です、ね、それから、えー、と途中集計データ出てますもうすでに、えー、34.3です。これがね えと皆さんが持っている冊子の、えー、とこれ何ページっていうんだろうこういうグラフがあるページあります後ろのほうで、ね、こういうグラフがあるページが後ろのほうにありますよねその一番下にちょっと見えますかこの数字ね今集まってるデータが2494で,で平均点34.3点です。 これが本試験が終わってから5日目のあの今持ってるレックの最新データになります。で、このデータがをここに反映しました。ね、このがまあ、画面だけご覧いただければいいんだけどね。これが34.3で反映しました。そうするとまああとこの数字がわかんないわけですよね。この数字はまああの本試験から1ヶ月ぐらい経たないと全部。まああの集まりませんから。まあ、この数字わかんないわけですよ。 で、まあ、僕らがですねどんな数字の見方をするかといいますと、えー、とりあえずこの最終集計データが一番信用できますんで、まあ、これをまずベースにします。でこれをですねちょっと分かりやすく、えっと、小数点をとりあえず全部切っちゃいます。そうしますと最終集計の平均点と合格点は並ぶんですねこれ並んでますね。 並んでます。並んでます。並ばないことがあるんですね。三十二点が三十三点に上がってます。こういうことが一回あります。これがえっ、ー、とたまにあるんです。でもほとんどが並んでるんです。そして下がったことは一度もないんです。いいですか。必ずえっ、ー、と横ばいがほとんどでたまに一点上がるんですね。そうするとじゃあ今年はどうなんだろうって考えていますと。 やっぱりちょっと上がってますよね案の定でこれがまた少し下がるんですで何点下がるだろうというのが問題ですよねで、えっと、考えられるのは、えー、34点で収まる、ね、34.3が34点で収まる可能性がありますなぜかというと相ういうがあるからですねこれそうですえー、っと この辺がそうじゃないかな。うんと。これがそうだね。三十二点七から三十二点四だから、零点三点だよね。これしか下がっていません。なので、そういうことも十万あるわけですね。でも、普通はこの辺まで下がる可能性がありますよね。三十三点まで。で、ね、そうすると、今持っているデータで、こ、この。ここに入る数字は。えっ、ー、と、三十四点の場合に収まる場合と、三十三点の場合が、まあ、あるわけですよね。 で、小数点以下切るわけだから。で、このパターンが2つありますよね。そして、えー、34点が出た場合に、これ横ばいの可能性がまあ結構高いっていうね。本試験でも34点でしょう。という考え方と、33点の場合であれば、これ横ばいで33点でしょう。という場合もあるんだけども、1点上がるかもしれないんだよね。と、これが、 34点に上がる可能性があるんだよ、ね、で34点が35点に上がる可能性もあるんですよね。で下がったことはないんですよ。だからこれが32点になるということはあのデータ上ではなんかちょっとない感じがするわけですね。だからレックはこういうふうにしてるんです。 34点プラスマイナス1点というふうにレックでは数字を出しているのが今のところの話になります。だから、えー、と初めは300ぐらいの母数で出したのが結果的には今,今でもその合格推定点が変わらないっていのはそういうことなんですね。結局変わわらなないわけですです、えー、ので、まあ、今年も あの34点プラスマイナス1点で、えー、とレックとしては変えるつもりはないんですね。でただまあちょっとあの確率を考えてみますと34.3点が34点でとどまる可能性は僕は低いと思うんですよね。なのでこっちの可能性の方が高いと僕は思うんですよ。多分ねで 点上がることは10年遡っても3回しかなかったんです。7割は横ばいなんです。だからこっちの方が確率は高いんじゃないかってに僕は個人的じゃこっから先はちょっと個人個人的な話ねあんまり信用しないでねあのだから統計の専門家が聞いたら笑っちゃうような幼稚な話かもしれないねだけどもあのこれで結構当たっているので一応あの一応話恥ずかしいんだけどね。 一応話するとねやっぱりこれがこの確率高い感じがするんですよ。で僕の個人的な感覚は、えー、33点 40%33 点えー、いや笑い事じゃなくてですね34点が30%。 35点もちろんありえますよ20%。少ないと思うけどゼロじゃないです32点も10%ぐらい。という感じがするのであの34点プラスマイナス1点なんて幅の広いねあの予想じゃ,あのじゃなくてもっとしっかりと数字出せと、えー、個人的に言われたら僕はこれ。 33点なんじゃないかという感じがしています、ね、で、ただね、33点になってくれると、僕の大事な受講生さんがいっぱい受かるんだよね。<laughs> あの僕のクラスの担当のね、あの大切な受講生さんが結構受かるんですよ。通信の受講生さんもいっぱい受かってくれるんですよ。あの、ね、ちょっと僕の考え方はちょっとあの、あのその辺のバイアスがかかってて、あのちょっとインチクさい <laughs>、ね。だから皆さんは。 あの飲んだじゃあ俺いけんじゃんとかねあんまりあのぬか喜びしないであの34点か35点だと思ってください。で安心できんのはねやっぱ36ですよ。あのもうね本試験合格発表いつだっけとかねあのそんな感じであのもう左内まであの、ね、毎日を過ごせんのは36ですよ。ね、36点取れてる人は えと全然心配しないであの枕を高くして寝てください、ね、で35点から3 3 3三十三かな十三から35点ぐらいの人はちょっとドキドキしてくださいあのドキドキしろってのはおかしいけどもあのなんつうんだろう余裕を持って受かってくれっていつもいつも言ってんのにギリギリの点取ったのが自分が悪いんだからね <laughs> <laughs> だから。 まああのそれはしょうがない自業自得だからあとドキドキしてくださいねであのまあいろんな考え方があると思うんだけどもあのとにかく、えー、と合格点は少し高めだと思っててくださいねじゃないとね33点で実は34点だったらなんだってがっかりしますからがっかりしないようにまあ,あの合格点は高いってなと思ってください35でもいいですよ、ね、あの35じゃなかったら受かんないと思ってもいいですそんな感じでくださいでね えとちょっと今後の話なんだけども合格点に全く足りていない人はいいいると思うんですね、えー、全く足りていない人は、えー、と2タイプあると思うんだけど、あのー、いやしょうがねえよって自分で納得できる人だって勉強しなかったもんあんまりあの勉強時間足りてねえもんっていうふうに思う人はこの人はねすごく楽なんですよねあの来年の勉強が。やりゃいいんだから。 とても簡単です来年頑張ってやればいいだけだからあの努力不足っていう認識が自分である人はあのすごく対策立てやすいので、まあ、普通に来年頑張って受かってくださいね大丈夫だからあ長い人生でね僕受かったのなんて覚えてないよ昭和50昭和556年かな30年以上前だよね僕受かったの,あの覚えてないからこんなこと。 どうだっていいそんなことはねだからあの合格するのにねあの何年受かったら関係ないから来年受からいいんですねで問題なのは結構ちゃんと勉強してるのにやっぱ落ちる人いるんですよでこれがね一番僕はあの心が痛いっていうかちゃんとやってるんですよねで,僕知ってるんですよちゃんとやってることをねでこの人がなんで落ちるんだろうっていう心配をさせてくれる人が何人かやっぱいるわけですね。そそういうい人とそれから 何ていうかな合格のボーダーラインなんだけども、えー、合格点のボーダーラインなんだけどもやっぱり、えー、その一生懸命頑張ったのにボーダーラインだったという人その2つのタイプですねちゃんと頑張ってる人ですよ。ね、でボーダーラインの人が遊んでるわけないんですよあの。ボーダーラインの点取れるってことはやってるんです絶対に。相当頑張ってますだからボーダーラインの人でとそれから、えー、と点は足りてないんだけども。 だけどもちゃんと頑張った人この人たちは必ず本試験の分析をきっちりやってくださいしっかりやってくださいで、ね、どういう分析の仕方をするかといいますと例えば問いの6番とかですね問いの6番とかもちろん全部やってもらった方がいいんだけど問いの6番とかはねえー 問の6番とかって合格点がですあの正答率がうーんとですねパーか<え>でもこれってあの3番目の足が細かいだけで1番2番4番は過去問の焼き直しなんですよ。 で、こういう簡単な問題を取れなかったのは、過去問のえっとこなし方がちょっと問題があったかな、という感じの反省をちょっとしてみてほしいところであります。えっと同じような問題が問いの11番です。問いの11番もですね。これ、過去問の焼き直しなんですよね。問いの11番すごく正答率低いですよ。37.4%です。でもこれって。 えと2番目の足が答えなんだけどもこれってあの借地借家法が適用になる場合と民法が適用になる場合の年数の話だから、まあ、しょっちゅう出されてますんで、えっと、この問題を落とした人はあのちゃんと勉強してるのにどうして落としちゃったんだろうとかね、まあ、そういうところを、えっと、少し復習方々あの検討してみてほしいと思います。ね それは今ね今ねこの時期じゃないとできませんあの本試験が終わって今の時期はまだ記憶に残っているから今ちゃんとやってくださいね。それがまず1点。で、えー、と合格点を、えー、超えてる人ですねあの合格点を超えてまあ大丈夫だよ。要するに34、えー、点とかね5点とかね6点とかまあ一応超えてる人ボーダーラインと言いながらもねあの超えてる人はえー そうです、ね、あの気になってしょうがない人もいるかもしれませんけどもあの心配してもまあ時間の無駄になりますんで何か、えー、んか他のことを考えた方がいい気がするんですよね。あのなんか合格発表までの期間なんか で、ね、その勉強が手につかないとか、何か仕事が手につかないとか、いろとなんかね。ビクビクしてドキドキして過ごすよりはなんかね。えっと他のなんか試験の勉強したりとかね。なんか他のことを考えた方がいいと思います。で、受かった方はえっ、ー、と登録はぜひ済ましておいてください。あの登録はね。金かかるけど、3万7000円かかるのかな。あの登録はしておいた方がいいです。で、えっ、ー、と登録実務講習を受けなければ。 えっと、登録できない方ももちろんね実務経験がない方はあの登録できないかもしれませんけども登録実務講師を受けてでぜひ登録はしといてくださいなぜかというとあの登録がだんだんん面倒くさくなってるからです昔はね実務経験なんか関係なかったんですよ僕らの頃は。僕らの頃は試験に受かったらもう翌年すぐに取引書をもらってすぐにもう僕は仕事してましたから。 それが実務経験が必要とかねいろいとうるさくなっているんですよ。だから早めに登録しておいた方がいいので、えっと実務に携わる予定がない方であってもあの念のため登録しておいた方がいいと思います。それから実務経験がある人が最近ちょっとあの注意しておいた方がいいことがありまして、あの2年以上の実務経験がないと登録できないのは誰でも知っていると思うんだけども。 そのね、二年以上の実務経験というのは、本当に実務経験がいるの。あの、何かというと、その、五問免除と話が違うってこと。五問免除っていうのは、あの、従業者証を持ってりゃいいんだよね、要するにね。で、従業者証を持ってて、で、会社の従業者名簿に乗ってて、宅建業に従事してるっていう、それに、会社が、それに、あの、証明してくれたら、もうそれでいいわけですよ。ところが。 登録実務講習の、あの、じゃなくて、あの登録の場面では、本当に実務経験がいるの。ね、で、あなたはどういうことやってましたかってことを聞かれます。その時にね、例えば、えっ、ー、と、不動産管理やってましたとかね。サブリースやってましたとかね。プロパティマネジメントやってました、P. M. さんっているでしょう?。わかるかな、あの、要不動産管理ね。あの、最近サブリース多いんですよ。賃貸物件管理。そういう業種は宅建業じゃないでしょ だけどもあの不動産屋さんがやってるわけですよで不動産屋さんに勤めてて普通に仕事してるわけだから不動産業に携わってる気がしてるわけみんな。でもその人は不動産業に携わってませんからそれはね実務経験に入らないんですよね。でうんと注意してください。ね、なのであの本当に宅建業に従事して実務経験が2年ないと本当に登録できませんかららだかか危ななっっしいなと思ったら。 まあちょっと金かかってもったいないんだけども,も登録実務講習受けちゃってでそうしたら堂々と登録できますんであの登録実務講習そういうところでもねちょっとあの割となんか使い道があると思いますんで。 まああのうまく使っていただければいいかなと思います。まあそんなことで一旦ですね、あのこれで終わりにしまして、でとりあえず同時受験の皆さんはあのこれでビデオ切れますんで、であの各スタッフがまあいると思いますんで、ここから先ね登録実務講師の詳しい話ですとか、あるいはえっと他県試験の勉強のことの相談でもできると思いますんで、それで一旦あの切らせていただいて、でこれから先はちょっと個別になります。ね、そんな形でえっと一旦これで終わりにします。 それではえっ、ー、と一旦終了します。では、お疲れ様でした。